皆さんこんにちは。恋愛ソングのカリスマと呼ばれるアーティストの西野カナさん。芯の強さ、まっすぐに進む凛々しさを描いたガールズなど、女性へ向けたエールソングが多いのも魅力の一つです。今回はそんな西野カナさんの復帰の噂や年収について紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。西野カナさんは2019年3月19日前日の30歳の誕生日に一般男性と結婚したことを自身の公式ウェブサイトおよび公式ファンクラブ内にて発表しました。いつも応援してくれる皆さんへご報告が遅くなりましたが、私西野カナは3月18日に結婚いたしました。相手の方は以前からお付き合いしていた一般の方です。お互いに助け合い、楽しい家庭を築いていきたいと思います。温かく見守っていただければ幸いです。これからもどうぞよろしくお願いします。お相手は元マネージャーの松尾智義さんという方で、2016年3月頃から交際がスタートしたのではないかとされています。松尾智義さんは2010年ソニーミュージックアーティストに就職し、その後すぐに西野カナさんのマネージャーへと就任したそうなので、もともとかなり長い付き合いだったようですね。馴れ初めについては詳しく明かされていませんが、マネージャー、歌手として長い時間一緒に過ごすうちに惹かれ合い、どんな時も公私ともに支え合ってきたことで仲が深まっていったと言われています。2016年11月にはスマートフラッシュが半導体を報じており、松尾智義さんについて小柄だが目力の強い市川海老蔵2のイケメンと記載されていました。そして2023年8月4日、西野カナさんは第一子を出産したことを X、旧 Twitter で発表しました。いつも応援してくださる皆様へ突然のご報告となりますが、この度第一子を出産いたしました。慣れないことばかりで戸惑いながらも充実した日々を過ごしております。皆様にお会いできる日を楽しみに頑張りたいと思います。温かく見守っていただけると嬉しいです。子供の性別や生年月日、顔などは一切公開されておらず、子供のプライバシーは守られています。2024年6月現在で西野カナさんと松尾智義さんの間に離婚や別居などといった悪い噂は一切聞きませんので、夫婦仲は良好と見ていいでしょう。結婚してまだ5年とはいえ、2人は10年来の長い付き合いがありますので、お互いのことはよく理解しているのではないでしょうか。子供と同様に西野カナさんは私生活についてほとんど明かさないので、夫婦生活についても想像がつきませんが、一緒にランニングしたりしているようですし、何より公私ともに支え合ってきた2人のことですので、幸せに暮らしていることでしょう。そんな西野カナさんですが、結婚を発表した2019年から現在まで活動を休止しています。ですが2024年になり西野カナさんの復帰が噂されています。噂される理由の一つ目は西野カナさんのサブスクが解禁されたことです。2021年6月に西野カナさんのオフィシャルサイト上で、本日よりサブスクリプションサービスにて西野カナの楽曲を全曲解禁しました。これまでストリーミング配信されていなかったアルバム曲、カップリング曲、ベスト新録曲など106曲を追加し、全楽曲配信スタートします。未配信だった Spotify も全曲配信をスタートしますと、サブスク解禁を発表されています。西野カナさんのサブスクが解禁されたことにより、ファンの間では復帰間近なのではと噂になりました。噂される理由の2つ目は結婚生活が落ち着いたです。西野カナさんが活動休止を発表したのは2019年1月、その同じ年の2019年3月に元マネージャーである今の旦那さんと結婚しています。これは結婚も活動休止の理由になっているのではと一時期話題になりました。西野カナさんが結婚生活にこだわる理由は、西野さんが幼い頃にご両親は別れてしまい、お父さんは家を去っていきました。以来お母さんが女手一つで西野さんを育ててきたんです。それもあっていつか温かい家庭を築きたいと願い続けてきたといいます。お母さんは、子供は放っておいても育たない、
というのが持論の女性。美容室で働きながら隣町の小学校に通う西野さんの送り迎えも欠かしませんでした。また西野さんが高校に入ってからも各地のオーディションに同行していました。西野さんはそんなお母さんのように将来はかっこいいママになりたいとも考えているそうですと音楽関係者は語っており、母子家庭でずっと育ってきた西野カナさんは理想の家庭像があった、旦那さんと2人の時間を新婚生活では大切にしたい、子供が生まれたらきちんと育てたいと幼少期から抱き続けていた憧れがありました。これらのことを叶えたいとずっと考えていた西野カナさん。かなり多忙だった西野カナさんは音楽活動を継続しつつ、旦那さんとの時間を確保するのは難しいと考え休止したと考えられます。そんな結婚生活も2024年に入り約5年なので、もうそろそろ結婚生活落ち着いたんじゃないかなと話題になっているようです。旦那さんは元マネージャーということもあり、西野カナさんがお仕事に復帰しても理解してくれそうですね。噂される理由3つ目は大手ニュースで取り上げられたです。活動休止中の西野カナさんについてヤフーニュースで2022年に入り取り上げられました。世間の間では活動休止中の人の記事が出てくるのは復帰が決まっている時であって、西野カナさんも復帰間近なのではないかと噂されています。復帰について何も明かされていない西野カナさんですが、多くのファンが復帰を待っていることがわかります。西野カナさんが完全復帰される日が今から待ち遠しいですね。そんな活動を休止した現在の西野カナさんの収入はどうなっているのでしょうか。 CD 売上やダウンロードコンテンツ、テレビ出演、ライブ、カラオケ印税など様々な収入源がある西野カナさん。中でも代表曲と知られる会いたくて会いたくては歴代2位の速さで100万ダウンロードを突破しました。そしてこちらも人気曲トリセツは年間印税分配ランキングで8位を獲得しています。カラオケの印税でアーティストがもらえる印税は1曲あたり1から3円ほどと言われています。西野カナさんは全ての曲を自身で作詞をしているため、作詞家として歌詞と曲に対して著作権をもらっており、1曲あたり2から7円ほど、なので仮に1曲5円とすると月に100回歌われると印税は月に500円、曲が歌われるほど印税の額も増えてきます。日本のカラオケ利用者は毎年約4000万人、もしその4000万人が1回ずつ西野カナさんの歌を歌ったら、たとえ1曲1円だとしても年間4000万円もの印税をもらえるのです。カラオケ印税の逸話で知られているのは1993年に発売された高橋ジョージさんが作詞作曲したロード。リリースされてから31年経った現在でもカラオケで様々な人から歌われるおかげで年間1200万円の印税が入ってくると高橋ジョージさん本人が話していました。なので活動休止している西野カナさんにも同額かあるいはそれ以上の印税が入ってきているでしょう。さらに西野カナさんは YouTube チャンネルを開設しており、2024年で再生数は約5億近く、YouTube で得られる推定年収は約750万円と言われています。このことから活動を休止している2024年でも数千万円の年収がある可能性があります。 YouTube やカラオケ印税はこれからも途絶えることはないので、これからの西野カナさんの年収も上がっていくでしょう。いかがでしたか。今回は西野カナさんについて紹介していきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。